はい、皆さんこんにちは、ワナリングリフシです。今回はですね、信長の野望放送戦国立志伝のですね、新しいシナリオをやっていきたいなと思ってます。で、今回やっていくシナリオはですね、ちょっとこれは仮想的なものを想定してるんですけども、誰もが知ってる本能寺の変、明智光秀が主君信長を、撃った本能寺の変で、もしも信長が生きていたらっていうような、そういうちょっと仮想に近いようなシナリオをですね、ちょっとこっちの方で、やっていきたいなと思ってまして、どういうふうにやっていくかというとですね、まず時代としては本能寺の変がまさに起きるその時ですね、1582年の6月が本能寺の変が起きた時と言われてますけども、まずは1月にします。で、勢力は、もちろん、信長でやるんですけども、プレイする武将をですね、今回明智光秀にします。で、明智光秀にしてておいてですね、6月の前、5月の段階で、光秀が、独立ないし謀反を起こして信長に挑むというところですね。実際にはですね、本能寺の変で信長は死んだわけなんですけども、もし信長が死んでなかった場合どうなったんだろうっていうね、いうところがこちらのシナリオというか、これで見てもらえれば、あるいは体験できれば面白いかなと思ってやっていきたいなと思ってます。で、今ご覧いただいたようにプレイヤブル武将は光秀で、大名は信長です。で、難易度設定はいつもと同じですね、超級で、シナリオ設定としては領地リセットはなし、以外はデフォルトの設定になってます。では早速始めていきましょう。一応ですね、1582年の5月の段階で独立ないし謀反を起こします。もしかしたらもう本当に、第2話第3話ぐらいで信長に圧殺される可能性もあるかなと思うんですけども、なんとか命をつなぎながら少しでも長くこのシナリオをお届けできればいいかなと思ってます。では早速始めていきましょう。ここは信長信忠が武田勝頼を撃つというところですね。天目山の戦いあたりのところを、書いているというところかなと思います。義政というのは木曽義政のことですね。ご命令ください。はい、というところで、信長は今まさに武田攻めの最終局面に入っているというところかなと思いますので、この時点でですね、もうすでに5月まであと1月2月3月4月5月と5ヶ月しかない、実際プレイできるのが4ヶ月と考えるとですね、この間に何をしなきゃいけないかというと、提案で今発言力がゼロなんですよね。加増を受けたいので、そうですね、もし加増を受けるのであれば、どこの加増を受けるかいいかというと、諸井城と八神城が今光秀が持ってる城ということになってますんで、そうですね、この黒井城あたりをもらい受けるためにどうしようかなというところなんですが、今だと朝宮城か、140必要だと言われてますね。で、他伊賀上野城だと200か。しかも八神城から離れすぎてるんで、
となるとやっぱ二条御所になるんですよね。二条御所は発言力が200必要か。200貯めるというのはなかなか骨が折れそうですね。まあ少しでも発言力を得たいんですけど、今2つこなして発言力が5になったっていうレベルですね。なるほど。ということは城をもう一つもらい受けるっていうのは現実的じゃないですね。であれば今やらなきゃいけないのは矢上城の改修ですね。こっちを最優先でやりましょう。信長と一戦交えて、しかも信長が生きているという仮想シナリオでやる以上は一瞬で信長が攻めてくると思った方がいいと思うので、まあ、信長の攻撃に備えてしっかりと防御を整えておきましょう。提案は発言力5だよね。変わらないよね。あとはそしたらどうしようかな。家臣団も一応設定しておきましょう。馬周りに明智秀光息子ですね。で旗本に今雇った内藤を入れて、古城に山崎を配置しましょう。これは城を増やすっていうのはできないと思うので、今持ってる矢神と諸井、この2つの城を何としても守り抜くと。表情を始めましょう。これが先月の終始ですね。いうところと、その後ですよね。今小田は北条と同盟中、さらに浮田とも同盟中か。さらに徳川とも同盟中ですよね。筒井とも同盟中となると、明智としては上杉毛利この辺りと組んでなんとか生き残る道を探るしかないかなというところですよね。これちょっと無謀なシナリオな気もしてきましたけど大丈夫かな。あとはそうですね、どこをどう守って生き延びるかというところですが、まあ、とりあえずターンを送ったのでまた、そうかできないのか。今となってはここで変に兵を出して兵力を失うのは得策ではないですよね。なのでここはやっぱり普通にターンを送って回収を行うというのを前提にやっていった方がいいですね。さあこれでいよいよ武田が滅びるというところになっていきますね。ご命令ください。これが先月の終始ですね。で回収ができない。なぜだ。お金が足りない。ご用を受けたまわります。金がないか。ちょっと鉄を売りましょうか。ご用を受けたまわります。あ、鉄とかは売れないのか。なんで兵糧をちょっと売りましょう。兵糧を売ってありがとうございました。お金が足りない。まだ金が足りないか。くー厳しいね。訪問してその本能寺の変が起きる6月までにこちらについてくれるような武将というのはそもそもいないだろう。これも無駄だな。となると
そうだな。まあ寝室でもしときますか。なんか第1話で終わっちゃったりしたら本当にすいません、このシナリオ。なんかその可能性も出てきたかなと思いますけど。さあこれで武田勝頼が死にますね。武田が滅びましたけど、これすなわち本能寺の変まであと1ヶ月というところですね。5月の段階で本能寺の変を起こさないと6月になると勝手にイベントが起きる可能性もあるので、いや6月までは進めて大丈夫かな。6月になった月に本能寺の変というか、まああの光秀独立を加策しましょうということで、人生を築いたり、労力不足か、提案力5のままだな、提案力じゃない、発言力ですね、5のままですよね。今独立するとおそらくこの脆いと矢上城は先月の収支ですね、光秀のものになるんじゃないかなと思いますので、次のターンで独立を行っていきましょう。織田家の進軍を拒んできた強敵たちも一つまた一つと消えていきというところで、これは本能寺の変への序章になりそうですね。で、信長の目下の狙いは西、中国、九州を縄張りとするもの。で、西国にはすでに猿を向かわせたということで、秀吉を向かわせたということですね。そして、畿内の抑えはそこに控えておる光秀に一念すると言ってくれましたね。信長は日の本の外、海原の先を見据えて駆け続けるのみよということで、これ海外遠征を視野に入れてるな。海外遠征という意味では僕と同じですけどね。まあちょっと器が全然違いますが。さあここで、三井で我らはこれより猿のご詰めをするということで、中国入りの支度をせよということで光秀に言われてますね。
で四国攻めは信孝で、唐入りもそう遠くはないことよということで、やっぱりこれ唐入り海外遠征を視野に入れてるんですね。なんかここで光秀がきな臭い感じになってますね。老いは天下の英雄すら焦らせる、焦れば人の過ちを招くとなってますね。さあこれで6月になりましたので、本能寺の変をやっていきましょう。おー、これは有名なやつですよね。時は今、雨が下しるさつきかなとですね。これは自分で独立しなくても勝手にあれですね、進んできましたね。6月になってで敵は本能寺にありを行うと強制的に、おそらく信長が死んだパターンになると思いますので、ここはいい絵にしましょう。で自分で独立を行っていきましょう。ご命令ください。これが先月の指示ですね。今謀反はどこも受け入れてくれないとなってますので独立を行いましょう。で今は家臣が8人で拠点が八神城と諸井城になりますね。やっぱりではここで独立を行っていきましょう。からですね、早速5600の兵、もろいに5600か、支える力ないな。とはいえ光秀で応援に当たりましょう。これは1ターン持たずに終わる可能性があるな。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。思ったより厳しい戦いになりますね。これでも本当にあの本能寺の辺で信長を打ち漏らしていたらこうなってたんでしょうね。あっという間に取り囲まれて滅されるっていうね状況におそらくなってたんじゃないかなと思いますが、外交していきましょう。今だとまずこの鈴木家としっかりと結んどくのと、長宗我部とも結び、さらには毛利、できれば浮田も取り込みたいですよね。こんだけちょっと外交をやっておきましょう。
します。でここで回戦をしていきましょう。まあまずはね敵を打ち払わなきゃいけないので。承知いたしました。続きなさい。貴重な城ですからね。行きます。ここ失うわけにはいかないですからね。参ります。引け。城の守りをやっぱりどうしても固めておかないと。続きなさい。敵が城内に侵入しました。光秀なんて一瞬で圧殺された感じになっちゃうんでしょうね。参ります。行きます。左近がなぜか違う城門を攻め始めてくれたおかげでここでまた左近を多少削れますね。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。で決めます。敵が城内に侵入しました。この攻め見切れまい。参ります。我らには勝てぬぞ。我らが攻め耐えてみせよ。ここは引きます。よし、なんとか敵はまずは初戦は敵将捕らえました。止まれ。頼み守り抜けましたね。何呪いに御戦か。敵が迫っております。表情を始めましょう。できるだけ修復したいですね。ちょっとでも労力を使い切ったのでもう何もできないというところですよね。一門衆には明智光秀を入れて、譜代衆は誰もいないか。心中するとかって意味がわからないもんな。信長に心中するとか言ってとなるとここは朝廷工作だよね。まずは並行して他工作が行えるのはどこもいないか。いないですね。交渉もできるところはない。となるとの兵で攻めてきてますけど、これを退けるには我が戦お見せしましょう。出陣します。やっぱり諸以上で迎え撃つしかないですね。出陣します。敵の数は6000か。
だけ連続して、おいおい、に秀光さん出てっちゃダメでしょうよ。続きなさい。北から攻めてきましたね。ではかしこまりました。秀光も北に回り込ませました。かかれ、これで決まりです。我らの攻め、あえて見せよ。この攻め見切れまい。これで決めます。もう諦めてください。引き際は心得ています。よし、なんとか撃退をしましたね。さすが光秀だな。強いは強いけど2倍以上の敵を今、ご命令ください。まあ、城があったっていうのもありますね。先月の終始です。報告いたします。あ、連合を組むっていうのはありだね。ぜひとも連合を組みましょう。ただ今連合コマンド出しましたけど、名刺候補がいない。なるほど、名手候補がいないと言ってもな、今名手タルヤ毛利ぐらいしかいないと思うんだけどな。八神城の回収を急ぎましょう。怪獣策をやるのもな、バカげてるしな。やっぱ外交なんですよね。今長宗壁はまだ外交8か、毛利が14あるけど、鈴木も16か、まだまだ厳しいですね。滅びる前にある程度の信用がたまるかっていう問題もありますよね。真田家は健在ですね。まだ上杉はかなり厳しくはなってますね。回収の方で手一杯で、領地内政がうまくできないっていう状況になってますよね。お、ここに来て毛利家を名手とした織田家の打倒を目指す反織田連合が結成された。毛利から使者が来てますね。会いましょう。これはね、もう是が非とも参加しましょう。で、毛利連合に、ご命令ください。反織田連合に入ったので、これで援軍とかは頼めるのかな。先月の終始です。命をつないでますが、はい、まあ、ちょっとね、時間が30分経ちましたので、ここで一旦、終わりにしてですね、次回この生き残りをかけた明智の戦いをお届けしていきたいと思います。
というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。